シューダー・フアレスは、メキシコの都市、チワワ州最大の都市、旧名のエルパソデル・ノルテでも知られる。1863年、メキシコシティが、フランス軍に制圧されたため、当時のメキシコの大統領、ベニート・フアレス率いる、共和党が一時的に、エルパソデル・ノルテに移住し、フランス軍との侵略戦争に抵抗した。その行為に敬意を表す形で1888年に、 エルパソデルノルテは、シウダー・フアレスに解消された。人口は2010年の統計によれば、約133万2131人。メキシコで8番目に大きい都市に指定されている。一時期非常に治安が悪化したが、すでに収束している。1659年、ロッキー山脈へのルートを開拓していた、スペイン人探検家で、フランシスコ海のフライ。 ガルシアでサンフランシスコによってエルパソデルノルテの街が作られた。1680年、プエブロの反乱。1810年、ヌエバ・エスパーニャからの独立を目指したメキシコ独立革命が始まる。1832年、ベラスコの戦いでテクシャンがメキシコが死州国に勝利。1836年、テキサス革命の講和条約、ベラスコ条約で テキサス共和国がメキシコ合衆国から独立。1845年テキサス併合。1848年米北戦争の講和条約グアダルーペイダルゴ条約によってリオグランデ川を米北国境とすることが確定した。1850年3月アメリカ合衆国領のリオグランデ川北岸はエルパソ群エルパソと呼ばれるようになった。 1888年、メキシコ領の南岸、エルパソデルノルテは、初代大統領ベニート・フアレスにちなんで、シューダー・フアレスと解消。マキラドーラの発達とともに治安が悪化、特に女性に対する暴行事件が1990年代以降に急増し、女性殺害事件や女性誘拐事件が頻発している。また、北米自由貿易協定の発行に伴い農村が、 疲弊し、失業者が増大、誘拐ビジネスが横行するようになった。アメリカが州国テキサス州のエルパソと隣り合うことからアメリカへの不法入国者が急増した。2005年には麻薬カルテルのシナロアカルテルとフアレスカルテルの間の構造が勃発。2008年以降は急速に激化し治安悪化のため駐留した連邦軍や連邦警察との間で 内戦状況を呈していた。2016年時点ではすでに収束しているが安全になったわけではない。シウダー・アフアレスは北米最大の砂漠であるチワワ砂漠の中にある。町の南には大規模なサマラユーカ砂丘保護地域がある。この環境は極端な天候にシウダー・アフアレスの特徴、特に風が頻繁に市内で生成近くに 砂漠の砂嵐と一緒にソースを記録した。市の北側にメキシコとアメリカの国境でもある、リオグランデ川が流れている。川を渡れば、アメリカに入国することになり、テキサス州西西部の町エルパソにたどり着く。シューダー・フアレスには、エルパソと結ぶ4つの橋があり、2008年におよそ2295万8472人の、 移民がこれらの橋を利用して二つの都市を行き来したと言われている。シューダー・フアレスとエルパスを合わせば、アメリカとメキシコの国境地帯の都市で2番目の大きさを誇り、その人口もおよそ210万人に跳ね上がる。近年、工業化が著しく、世界中で最も発展が早い都市の一つとして知られている。2018年11月、中米からの移民キャラバンの一部が、 シューダー・アフアレス側からアメリカ・メキシコ国境を越えてアメリカに有国を図ったが拘束されている。シューダー・アフアレスにはチワワ砂漠から近いため気候は異常に乾燥している上最高気温と最低気温に大きな差がある。夏季の平均最高気温は摂氏35度に上り最低気温は摂氏20度以下になる。冬季の平均最高気温は摂氏十四度で 最低気温は摂氏0度である。標高も高いため、シューダー・アフアレスは、メキシコの他の都市と比べ、気温は若干低い。夏季は、干ばつが激しく、降水量は非常に少ない。そして冬季は1、2度雪が降る。アブラハム・ゴンザレス国際空港があり、国内の主要都市との定期便がある。空港からは、シャトルバスが運行し、エルパソまで運転している。 2012年の統計では人口149万5145人。これはチワワ州の都市の中で最多であり、メキシコでは第8の都市圏を形成する。国境を越えてアメリカ合衆国のテキサス州エルパソと共に2国間にまたがる大きな生活圏を作り上げており、米国間の生活圏としてはティファナ・サンディエゴに次ぐ。ありがとうございます。